ときめき映画の時間が始まりました。こんばんは。こんばんは。今回は、2人それぞれ見た映画を紹介したいなと思います。ではカースさんからお願いします。私が見たのはハウスオブグッチです。あのレディーガガさん主演映画。感想なんだけど、今回歌うシーンないんですよ。あの歌手なのに本業は、ガガ様なのに。もうなんかね、いつもすごく存在感があって、なんか私誰にも負けへんよって圧力があって怖かったです。もちろんすごくあのそんなお金持ちじゃない家庭なんだけど、自分の持ち前の知識をと美貌武器にこう上り詰めていくという女性の話で、で最初そのもうあの男の人、マウリッツィオに誘惑 して電話が来るんだけど、そのあの、グッチの息子さんから、やっぱりピクってドキッてしたり、なんか戸惑うシーンがあって、やっぱりこの人も普通の女の人なんだなって、なんかそういう普通のとこを見せるのがうまかったなとか、やっぱこの人もスーパーウーマンじゃないんだなって、だからちょっと共感もするんですよ。どうですか人の入り具合は。あのすごかったですね。売店混んでて、なんかギリギリ入っちゃう、もうめちゃめちゃ混んでて、しかもなんか通路、いつも通路側頼むんだけど、通路側のチケットを買うのがうっかり奥の方を選んでしまって、通路側と思ってたら奥の方でめちゃめちゃ混んでて気使って、もうめっちゃこう極力飲まないように、おトイレ行かないようにしてました。めっちゃ長かったけど楽しみました。ただ奥だとすいませんってこう通るのを気を使うから、そこちょっと気ね、行っちゃいますよね。どうですかガガさんの演技は。あの女優さんとしてもいけるんじゃないかなって、歌手だけじゃもったいないなって、今回はでも歌わず、ちょっとクラブで踊るかな、踊ってるっていうか、クラブのシーンはあったけど、ただあのガガさん歌うシーンはなかったけど、使われてる曲がよくって、多分他の方のは、曲だと思うんだけど、なんかだいたい1970年代の終わり頃なんだけど、なんかあの曲がポップで、なんか今でも今風の映画やなとか、まあ思いました。なんで見たいなと思ったんですか。いや、やっぱレディーガガさんすごい有名なのに、あの人が出てる映画はまだ出てなかったのと、ブランドのね、実際にブランドの話じゃないですか、今も有名だし、それどんな話なのかな、じゃあそのブランドが立ち上がるまでみたいな話ってことですか。もともともあったんですよ、ブランドがあって。で確か2代目なんですよ、あのマウリッツォさんって方が。2代目で、でお父さんが亡くなる直前の話。あ、なるほど、だから名前が一緒なんですね、グッチっていう。もともとなんか昔からあった、なんかもともと革のなんか作ってる一家らしくて。なるほどなるほど、じゃそれからどんどんブランドが有名になっていく。そうそう。でもそしてあの主人公 のパトリッチャーと出会った頃はもうイタリアではすごくなんか一番お金持ちとかいう家庭で有名やったんですよ。けどやっぱりあの欲望のだけで好きになったんじゃないなとかは、まあ、描いてますね。これは人に焦点当ててるんですよね、その主人公にの人生みたいな。そのパトリッツァさん目線 で、ね、目線でもう描いてるってことですよね。ちょっと見てみたい。いろんな人の葛藤は、あ、そりゃそうなるわみたいな描き方してました。なるほど、はい。1900何年代でしたっけ。なんか1978年からそのマウリッチオさん殺してしまう、殺害して、でなんか90
2年でしたっけ、暗殺されるのが。はいはいはい。じゃあそこまでの話なんですね。なるほど。見応えありましたね。ありがとうございます。ぜひ見てみたいなと、はい、はい、思いました。じゃあ私が見てきた映画は、あのコンフィデンスマン JP 英雄編っていうの。イタリアですね。イタリアというかマルタ共和国っていう小さい島で、なんか東京の23区の半分ぐらいの大きさの島なんですよ。かなりちっちゃい。東京都の23区の半分。めちゃくちゃ小さい島で、その首都全体がもう世界遺産になってるぐらい石の作りで、すごくね、あの海がきれくてすごい場所なんですけど、実際に行って撮影したみたいで、あ、なんか予告編だけは見ました、でもまあ言っても日本のスタジオとかで撮ってるんだろうなっていうところもちょっとあったりしてなんか、なんかうち2個ぐらいロケ地ちょっと分かってしまった場所があってちょっと冷めてしまうっていう、なんか、あ、これフジテレビの大階段やんとか分かってしまうシーンがあって、なんか丸太橋、そうそう、分からんように撮ってほしかったなみたいな。あとはなんか、あそこよくミュージックビデオで出てくる有名なロケ地やなみたいな場所があってちょっとなんかそこで冷めてしまった部分あるんですけど、でもなんか長澤まさみちゃんめちゃくちゃ可愛くて、まあ相変わらず可愛くてみたいな映画でした。なんかシリーズ3つ目なんですよ。ドラマ版があって、はい、映画が3つ目なんですけど、はい、まあそれがなんかつながってるので、昔のファンは楽しめるし、新しいファンもあの全然見れるというか、あ、モグラの歌みたいな、あ、そうですかね、初見でも見れるって感じですね。全然、はい、うん、はい、三浦春馬さんと竹内優子さんが2では出てたけど、まあ、3は当然いないじゃないですか。でもそのキャラクターが今何してるのかっていうのをちょっとセリフで言ったりして、こうファンにはなんか、まあ、嬉しい感じかなって。キャラクターは今も生きてるみたいな感じの話し方をしてて、ああいいなって思いましたね。どんでん返したくさんで、最後までなんか結局はハッピーエンドって分かっててもどうハッピーエンドに持っていくのかみたいなところが面白かったですね。案の定カップル、若いカップル、家族連れが多くて、あ一人で見に行ってる人も少なくて寂しかったです。でもグッチ見に行った時すごかったですね。コンフィデンスマン JP と呪術廻戦がほぼ売り切れで、その日のうち夕方までほぼなんか売り切れって三角になって、すごかったな。ああそうですよね。ありがとうございます。はい、っていうお話でした。はい、ということでね、皆さんぜひグッチとコンフィデンスマン JP を見てみてください。はい、それでは次回のときめき映画でお会いしましょう。はい、さよなら。面白かった。またね、続きそうな気がします。シリーズ、あんなシリーズ化して ね前作を見ないとわからんとか、あ、全然全然そんなことないです、うん、あ